はい、どうも皆さん、こんにちは。カズワンでございます。えー、さてね、今回も、Galaxy Z Fold 5についての話なんでございますけれども、えー、現在日本ではですね、au、もしくはドコモから、この携帯は買うことができるんですけれども、この間、えー、あげた動画でね、端末代が au よりも、えー、ドコモの方がちょっと高くて、ドコモ使いの僕としてはなんだかな、みたいな話をしてたんでございますけれども、マジでね、この携帯電話会社ってマジで頭狂ってんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃ難しくて、なんかちょっとドコモの方が、今となっては お得ななんじゃないのみたいな感じの雰囲気に僕の中でちょっとなってきてるんですよ。でそこら辺を今し方僕あのドコモで契約の手続きを行って、えー、あとは入荷待ちあの届くの家に届くのを待つっていう状況のところまで来たんでそれをちょっとまとめてね、えー、皆様と、ね、共有できたらなと思っておりますただね本当に携帯電話会社の料金マジしつこいようだけどね難解すぎてねちょっと間違ってる点があるかもしれないんでその点はご了承ください。 えまずね、料金プランとかは置いといてもう携帯代の純粋なその携帯代ギャラクシー代はいくらなんですのんっていうのの話なんですけどまず au の場合はこちらでございます。 こちらの料金はね、僕が契約した 512GB モデル。えー、今回のモデルで言うと、最大が 1TB っていうのもあるんで、えー、松、竹、梅で言ったら竹コースでございますね。一番ゲノゲノモデルの1個上、512GB のモデルで、えー、見たときに、au だと、実質の負担金、えー、オレンジ色で大きく書いてあるのが14万2160円ということで、えー、それだけするんでございますけれども、えー、実質の毎月月々、えー、割ってかかる料金、えー、これ、今時分割で買うのが普通ですんで、 月々に割って考えると6180円って上に載ってるんですけど6180円が毎月かかる額なんですよ。 はい。この au の6,180円に対して、僕が契約したドコモの料金がこちらでございます。中央部分に注目してください。分割支払金1回目、2回目以降ってあるんですけども、えつまりは6,050円って書いてあるんですよ。<laughs> あれって、あれ ?au の方が機種代ちょっと1万だから1万何本ぐらい安くなかったっけっていう問題がここで登場するんですけど、えなぜかと申しますと、 とということでねえ僕にはこれがあったんですよ。D カードゴールド年間ご利用特典携帯購入割引クーポン2万2000円分ということでねえ、ドコモに加入してる人って結構な確率で、この D カードゴールドっていうのにも一緒に入らされてるというか、入った方がなんか月々のギガ数が増えたりとか、あとポイントがいっぱいついたりだとか、なんかいろんな特典がえドコモの相性がいいんですよ、この D カードっていうの。なんで結構な割合で多分 D カードゴールド入られてる方がね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、D カードゴールドのね、特典として してね、この2万2000円分の携帯購入割引クーポンっていうのが送られてくるわけでございましてえこちらを適用するとえなんとこんなお安くなってしまうということでございますよ。いやせやかて工藤ほんまになこれカードなんてずるいやんって思われる方もいらっしゃると思うんですけれどもえまだドコモの優位性は他にもございますこちらドン。 この分割払いというやつが au よりもドコモの方が優れてるというかドコモも前は au と同じ内容だったんだけどいつから変わったんですかねこれいつでも買い時プログラムって僕が Galaxy Note ーー3今使ってるやつはいつでも買い時プログラムってやつだったと思うんですけどいつの間にかケツにプラスっていうのがついてえ何がすごいかっていうともう1年経ったらね12100円払えば後の 代金は全部チャラにしててやるぜっていうつまりね、1万2100円払えば毎、毎年毎年、新品の携帯を使い続けることができるんですよ。で、この画面のね、下の方を見ていただくと、スマート安心保障の月額料金1100円がペットかかりますって書いてありますけど、これはあのよくある、今までどの携帯電話にもありましたね、昔から、その、なんていうんですか、あの困った時の紛失。 仮損保証みたいなやつ、1100円え毎月、ギャラクシーの場合かかるんですけど、えこれは au、えー、の場合ね、実際1500円なんですよ。だからね、この月々の,あの保証の料金も、ちょっとドコモの方が安いっていう。 こんなね、折りたたみ高級、弱々携帯をね、買う人がえ、まさかね、この安心保証的なものに入らないなんていう人はね、いないと思いますんでえ、そういう面ではね、あの、au よりもドコモのがちょっと月額の料金も安く保証に入れるよと。さらに、12,100円出せばえ、12ヶ月目からえ、新しい携帯にね、残債は全部なしで、 えー、新しい帯に変えることができるよということになっておりまして、えー、つまりはね期待されてる来年大きく変わるであろうと、えー、巷では噂の Galaxy Z ホールド6来年出たら12100円払って変えちゃうっていうこともできるしなんでこれ下の安心保証もいるかって書いてある。 かっていうとこれ1万2100円払えば壊れた時も新しいやつにできちゃうわけよ多分壊れたらさこれ安心保証って問答無用で5000円かかるんですけど5000円払うぐらいだったらもういっそのことも5000円6000円7000積んで今ある一番最新のやつに変えちゃおっかな っていうことがね、これできちゃうわけ。壊れたついでに新しくしちゃおっかとか、そういうことができちゃうっていう、この1、一、一年経てばもういいよってすごくないですか毎年最新の携帯が手にできるっていう、最高でしょ えー、ということでね、僕が、えー、今、月々かかる料金を概算で計算してみると、まず、えー、ドコモの通信代ですね、アハモの20ギガのタイプに入ってるんで29、2980、え、円、ー、さらにゴールドカードに加入してるんで、毎月5ギガが、えー、プラスされるんで、25ギガ、えー、容量的にはございます。それに仕事上どうしても、えー、めちゃめちゃ電話するんで、話し放題の1100円、えー、それにギャラクシー代、今回の新しいやつが6050円。 そそしてののギャラクシーの保証料が円合計しまして月々1万1230円の出費ということでございます <laughs> まあ月々1万円程度の出費でね、えー、通信もし放題で電話もし放題で携帯はもうね世界の最先端の折りたたみ携帯が使える保証もバッチリ毎年新しいのに乗り換えれるなんか意外と良くないですなんかこうなんだろう格安っ SIM 携帯みたいなやつになんか1980円とかなんかそんなの払って3ギガポッチですみたいなそんなのに比べたらなんかいっそのこと1万円ぐらいポンって出してちゃんとした通信とちゃんとしたサービスとちゃんとした携帯電話で毎年気持ちよく新しいものが使えるってなかなかいいんじゃないかなって思ってます。え皆様もねこの機会にぜひ えー、折りたたみ携帯電話をお安くデビューしてみてはいかがでしょうかどうもご視聴ありがとうございましたじゃの。 はい。ということでね、え、またしてもギャラクシーの動画になってしまいました。もうギャラクシーのことばっかり連投で大変申し訳ないんでございますけれども、え、それだけね、すごい楽しみにしているのよ。あんまり興味ない方もいらっしゃるかもしれないですけどね。え、もうちょっとお付き合いください。次はね、9月1日にね、入荷してくるんだって。なんで入荷したら、もう一回ちょっとギャラクシーの動画上げさせてほしいなと思っております。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあの。 Falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going life still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change. I've okay. ah, a cool. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.